レッドカードとは、スポーツの試合において、特に悪質な反則を行ったプレイヤーに対して、審判員が退場処分を言い渡すときに提示する赤いカードである。サッカーの試合で、レッドカードを提示する審判サッカーのイエローカードと、レッドカードサッカーの場合、特に悪質な反則を行ったプレイヤーに対して、審判が退場処分を言い渡すときにレッドカードを提示する。 レッドカードを提示する規定は国際サッカー評議会が規定したサッカーのルールとなるサッカー競技規則の第12条ファウルと不正行為の3懲戒措置においてレッドカードは退場が命じられたことを知らせるために用いられるとされている同じ項目では競技者交代要員または交代して退いた競技者の退場となる反則として以下の行為を挙げており これらの反則を犯した場合、退場を命じると規定している。ハンドの反則を犯し、相手チームの得点、または決定的な得点の機会を阻止する。フリーキックでは捨てられる反則を犯し、全体的にその反則を犯した競技者のゴールに向かって動いている相手競技者の得点、または決定的な得点の機会を阻止する。著しく不正なプレーを犯す。 人を噛む、または人に唾を吐く。乱暴な行為を犯す。攻撃的な、侮辱的な、または下品な発言や身振りをする。同一試合中に警告を2回受ける。この場合、その試合1枚目のイエローカードも含め、累積警告は加算しない。市販されているレッドカードは、縦 10.5cm 横 7.5cm のプラスチック製のものが主流。 表面の赤色は、視認性を考えて、純色ではなく蛍光色となっている。裏面には、カードが提示された選手の背番号、提示理由、時刻を記入する、ライン入りのシールが貼られている。ハンドボールの試合で、レッドカードを提示する審判レッドカードは、イエローカードとともに、サッカー以外でも、ラグビーやバレーボールなど、幅広いスポーツ競技で使用される。ハンドボールでは、 失格と呼ばれ、競技中の罰則では最も重い処分となる。相手に危害を及ぼす行為は著しく、スポーツマンシップに反する行為、3回目の退場に対して与えられる。失格となった選手はベンチからも去らねばならないが、チームは2分後に別の選手を復帰させることができる。アイスホッケーにおいては、ラフプレーが起きた場合、大きく6段階のペナルティーが存在し、 レッドカードに相当する残存時間すべてが退場となるものとしてはゲームミスコンダクトペナルティーとマッチペナルティーがあり退場となった選手はベンチの外にあるペナルティーボックスに待機しなければならないゲームミスコンダクトペナルティー重大な反則行為および乱闘などのラフプレーを最初に犯した選手が対象でこの場合は退場者に代わるプレイヤーがすぐ出場できる マッチペナルティこれも同様に重大な反則行為、並びに乱闘などのラフプレーを最初に犯した選手が退場であるが、この場合は退場者は連盟の審査により処分が確定するまでは次回の試合に出場することが一切できなくなる。また退場者に代わるプレイヤーは退場者がペナルティーボックスに入ってから5分後に出場することができる。 ラグビーユニオン競技規則第9条の32記載があり、レフリーは退場となったプレイヤーに対し、レッドカードを示し、そのプレイヤーは試合の残りの部分には参加できない。退場となったプレイヤーについて交代や入れ替えはできないとされており、サッカーと同様の扱いであることが示されている。具体的に退場となるケースについては、同じプレイヤーが、その後、 別のイエローカードに相当する反則を犯した場合のほか複数の事例が挙げられている。なお、イエローカードに相当する反則を犯した場合は、試合中10分間の一時退出となる。出身からレッドカードが出たら相手チームに1点加え、サーブ権も移る。その他に退場等のイエローカードとレッドカードを一緒に出す。イエローカードとレッドカードを別々に出す。 ペナルティ判断もある。陸上競技でも主にトラック競技で使われており、2011年の世界陸上テグ大会では女子400メートル総予選で北京五輪金メダルの選手がフライングで失格となった際に審判がレッドカードを手にし、当該選手に提示したシーンが国際映像で配信されている。競歩では同一競技者に対して3人以上の審判から レッドカードが出された場合に競技者は失格となる。パンクラスでは、レッドカードを提示された場合は、減点3となり、失格にはならない。展示で、禁止行為、退場処分、出入禁止処分、営業停止処分などについて、レッドカードの比用も用いられる。また、埼玉県警察は、警備な違反をした自転車運転者に対し、指導、警告として、 自転車レッドカードを交付している。ありがとうございます。